はぁ、みんなさん、野沢温泉スキー場にも冬が来ましたよ。今日木曜日、あと一日仕事頑張ってね。僕は滑ってきまーす。ふぅヘイ。ヘイ。気持ちいい超気持ちいい。はい、おはようございます。エッセイキです。2022年12月の15日、あ、もう15日なんですね。この無職で始まる雪山生活も半月過ぎました。シーズン終わりまで10分の1過ぎたと思うとね、もっとか、うん、ちょっとね、物寂しい気持ちがあります。はい、ここはね、まあ、あの2日前と同様に野沢温泉スキー場に来ました。ちょっと今日はね、あの最近ね、お楽しみしすぎてね、あの自分のね、事務作業する暇で、ね、作れてないなと思ったんで、野沢温泉で軽く滑ってから、ちょっとね、今後の活動のね、準備とかね、まとめとかね、していこうと。あ、ちょっと雲海になってますね。ちょっと見えにくいと思うけど、奥の方が、あのあれは川沿いですね。あ、やっぱ川沿いだから雲海というか、あの川雲っていうんですかね。あの川の上に発生する雲ですね。が出てました。はい。まあ、とりあえずそんな感じで野沢温泉スキー場を滑っていこうと思います。駐車場の感じはね、前回のゲレンデことなんで、A 駐車場がまだ隙間があるみたいで、B 駐車場に、まあ、10台ぐらい並んでたかなっていうところですね。ただ前回と違うのは、今、ゴンダの前に団体さんもいるけど、どうやらあの団体さんのお客さんがいるようです。はい。ワンワン聞こえます。うん。なので、まあ、上部はどうでしょうね。まあ、上部の状態もね、おとといよりも、アセステールがね、ちゃんと入っていることを期待して、これから、滑っていこうとね、思いますね。疲れてきたからね、もう終わっていい。よし。じゃあ、滑っていきましょう。見た感じ、ちょっとつわもの感があるんで、レーサーかなんかのね、チームっぽいですね。よし、じゃあ、コントラムいきまーす。はい、というわけで山彦第2フォーリフトの上まで来ました。今日滑るのはこの山彦 D コース、一昨日と同じですね。山彦 E コース滑ってる人もいますけど、あっちはあのコースクローズしてるんで、まあ基本的に入っちゃいけないです。まあ野沢温泉と自己責任っていうのかもしれないけどね。雪質はね、というか斜面の良さね、一昨日のボコボコ、ぐそぐそのね、あったかい状態の新雪からね、荒れた感じと比べたらすっごく滑りやすいですね。気温冷えてるおかげもあって滑りやすいですね。よし、とりあえずじゃあ軽くね、一本滑りながらちょっと状況を喋っていきましょう。雪はだいぶね、柔らかい感じですね。もうふっとしてて、今日ちょっとね、アルペン系の硬い板履いてるんですけど、ちょっとこれだとね、滑りにくいです。うん、もっとね、柔らかい板履いてくれよかったかな。正面景色綺麗ですよね。このあの自分のところは手元は日陰だけど、奥の山並みに日が当たってる様子って私結構ね好きなんですよね。このなんかこう心のね、そこをねくすぐられね、ノスタルジックな感じですね。よし、ちょっと回していくか。前のボーダーさんも気持ちよさそうですね。まあ、あれ大丈夫だね。お、スノーモットだ。あー、この景色いいね。この真ん中に木が一本あるね。このロケーションもなかなかちょっとそそるもんありますよね。この辺、おとといは結構荒れてたんだけど、あ、でも大丈夫だね。もう滑られた意味で荒れてるんだけど、あ、でも下にちょっと氷のね、地を感じます。うん。
ただ全然問題なく滑れるかなと思いますね。はい、ここまで来ました。よいしょっと。ここら辺スローがねいくつかあるんでね、まああのあまりかっ飛ばさないように、一昨日も言ったけどこの辺でねピョンと飛んじゃダメだよ。 ここはまだね見えるんだけどね、その次の人にピョンと飛ぶのはね上級者だけにしてください。安全確認してね。でこの辺下でかなりね氷の感触があります。ちょっとね下手すると危ないかもしれないですね。ふぅ落ちます。でこの先まっすぐリフト行ける人はこっちの右側行ってくださいね。よっしゃと。はい、こんな感じです。前の太田さん大丈夫か、はい、クリア。そんな感じでこんな感じでした。まあなんだかんだ1キロ以上ある距離のコースなんで結構ね楽しんでいきますね。よし、じゃあリフトも一回乗ろう。やまびこいいコースに行くボーダーさんいっぱいいますね。まあね、気持ちはわかる、気持ちはわかる。よいしょっと。まあリフトスタッフもね黙認しちゃってるんでね、私から何も言うことはないです。というわけで滑っていこう。ちょっとゆっくりめに行きましょうかね。だんだん日が出てきてね気持ちよくなりましたね。この分かりますよ、このもうふーっていう感じ。おお、あの雪が柔らかいからね下手やるとねこけそうで怖い。もうふーって感じね、このもうふーっていう感じ気持ちいいよね。この右手のねスキー屋さんとかもね本当太陽バックに気持ちいいロケーションですね。お祈りしたかったね今のふぅ気持ちいい。はい、いや美しい美しい美しい、始まった、本当冬始まった。今度コースがもっと開いてる最高なんだからね、今日の板本当失敗したなちょっとここローアングルで撮りますかね。よし、よし、雪飛ばしていきたいな。あ、ボーダーさんがこけた、ボーダーさんこけたよ。今の言っちゃったワード見るんだけどね、ここの過ぎた後でこける人ね結構いるからね怖いよね。スキー屋さんが左に抜けて、こうポーンと抜けて、はい、やまびこいいコースがどんどん来るって言ってますね。はい、大丈夫かな今、オッケーはあ、超気持ちいい。今日午前中でね上がろうと思ったけどね、なんかもっと滑りたい気分です。ふぅ、連絡リフトのところですけど、なんかハイパーアップして映え撮影したりとかそれ遊びする人多いですね。ちょっとねゴンドラで来れるからここでそれ遊びできるんだよね。いいですね、このやっぱ野沢温泉ね、こういうねあの懐がね深いところがねやっぱほんといいスキー場だなと思いますね。さっきもねペットとね散歩手がね滑走手がね走ってるところもね肩を見ましたね。よし、じゃあ今日も他でスタッフ空いてないんで、あっ深いとこ行っちゃった、山びこで食べていこうと思います。今日はあの別の原則の別動画にせずにこのゲレコヘに、なんだ、硬い、硬い。合わせて食べていきますね。よし。ふぅ、親切聞いてから、飯を食う、最高の長じゃん。よし。じゃあ食っていこう。よし、というわけで食べていきましょう。こっちが野菜たっぷり、ベーコンチーズ焼き。そしてこっちが、焼きカレー、野沢菜ライス。
かな。違ったらごめん。ってわけで、モザーンどこなんだ。あれですね、ちょっとカレーで見にくいと思うんですけど、これ野沢の席の分かるんですけど、野沢、ライスのところにね、野沢が入ってます、野菜マシマシなのもね、ありがたいところですね。はい、こちらトマトですね、今ね、ショックなことにね、焼きカレー焼きカレーのザーナライス、のね、カメラもね回ってなかったことに気づいた。こっちは回ってないからね、ショッキングなんで、もうこっちこっちもう持てるね。はい、これよ、これこれ、野菜たっぷりベーコンチーズ焼き、こっちの方ね、ちゃんとね紹介していこうと思います。あの動画外になっちゃったんだけど、まずね、この焼きカレーね、めっちゃうまかったからね、あのこれはねおすすめできる、焼きカレーね、オッケー、グッド。ステーキだけじゃない、野沢菜。さて、ではこっちのタッチのね、焼きチーズカレー、どうなんだろうね、どうなんだろうね、これどうなんでしょうね。ごめんね、ちょっと冷めてから食べ始めてからね、硬くなってるチーズが。どう思います。どうせそんなもんなんじゃ。あポテトかこれ、なるほど、なるほどね、あのね、全然いける、普通にいける、パン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 レンクっていうか、具はね、焼きカレーとね同じだね、ほぼ。食べるのはね、箸の方が食べやすい気がする。箸の方が食べやすい、これの方が食べやすい、これがラスト一切れなんです、ラスト一切れなんです、ごちそうさまでした。カレー撮影そこにたね、ちょっと後悔、でもめっちゃ美味しかったです。これもね、量少なかったけどね、美味しかった、普通に。よし、ね、要は満足である。というわけで、レッツハウス山彦さんで食べてきました。いやね、今食べてきたのは、さあ名前をね覚えてられるか、野沢菜ライスの焼きカレーと、野菜たっぷりベーコンチーズ焼き。はい、そんな感じですね。あのテロップでうまくやっておいてください。はい、で、あの食べてきましたね。あのベーコン焼きの方は、まあちょっと量少ないんですけど、女性に人気ということで、なかなかね、あのおしゃれっていうかね、あの私的にあの洋食なんでフォークでやるべきなんですけど、箸でねちょんちょんって食べながら、あーね、ちょっとなんかワインかなんかが、ワインが欲しいね。ワインにこのオードブルな感じで食べる感じが、あれ、ね、ぶっ刺さってるね、いい感じだなってね、思いましたね。で、もう一つの方、野沢菜ライスの焼きカレーの方ですね。あれね、その、野菜たっぷりベーコン焼きの方に使ってる野菜、トマトとかね、レンコンとかね、ブロッコリーとかね、トマトいったね。そんな感じのね、いろいろ入っててね、ただの焼きカレーでね、本当にね、オーブンで焼いて、いろんな野菜と一緒にオーブンで焼いたゴロゴロ系のね、美味しいやつでしたね。あれはね、正直長野県この北信エリアって結構焼きカレーを提供してるゲレショがあるんですけど、もしかしたら一番じゃないかなって、ね、思っちゃうんですよね。いや、これね、レッツハウス山彦、やっぱ
レベル高え。うん、まあ、ちょっとね、そんな感じでね、ゲレソク食べてきました。はい、で今天気午後になって、これ見ての通り雪がポンポコポンポコ降ってるんですけど、まあこんな中なんで今日はね、もうこれ滑るのやめてお帰りしようと思ってます。うん、よし。まああのこうやってね、ニートになってね、毎日滑ってるんで、まだあのちょっとシーズン頭の怪我しやすい、まだ体がねちょっとあの出来上がってない時に無理して滑るっていうのは危険が危ないんで、まあ、そういうのは避けてねやっていこうという形になります。というわけで今日の動画はここまでになります。まあちょっとなんかゲレ食が見えないで、あ、そう、ゲレ食ね、カレーの方ね、そう、最初の時は言う方、カレーの方ね、あの、ロックオンボタン押し忘れたんで、こっちの GoPro の撮影しかないくて、ちょっとね、遠目の画像になっちゃったと思うんだけど、美味しかったんで、また食べに来ます。その時また映像撮ります。というわけで、また、この動画面白かったら、グッドボタン、チャンネル登録、その他もろもろよろしくね、ゲレ食もね、またどんどんね、投稿していくんで、今どんどん取り溜まってるところなんで、はい、どんどん紹介していきます。メンバーシックの方にはもう、ボンバカ上げていきますのでね、はい。またぐだ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 喋ってしょうがない。というわけで、また次の動画でね。じゃあね、バイバイ。全国の芸食も食べていきます。